劇祭第2位。劇祭第2位。劇祭第2の注意点をご紹介します。三鎮立ち駆け受けから全身交代を行います。早くやるあまりどうしても足が直線に移動してしまいます。しっかり半円を描きながら受けを行います。またその際、これも早くやろうとするあまり重心移動が行われず受けてしまいます。しっかりと前進後退を行いましょう。劇祭第2のコツをご紹介します。猫足立ち回し受けを決める際、どうしても猫足立ちが決まってから回し受けをしてしまいます。こうではなく受けと立ち方が同時に決まります。劇祭第2位。